雨は雨雲から降ってきますが、その雲はどのようにしてできるのでしょうか。雲とは小さな水滴や氷の集まりが大気中に浮かんで見えているもののことを言います。雲の粒である水滴や氷は大気中の水蒸気からできたものです。では大気中の水蒸気はどういう時に水滴や氷になるのでしょうか。大気中の水蒸気が水滴や氷になるのは、空気の温度が下がったり水蒸気の量が増えた時に起こります。これは水が蒸発したりして空気中に存在できる水蒸気の量には限界があるためで、この限界量を飽和水蒸気量と言います。このグラフは横軸に温度、縦軸に空気1立方メートル中の水蒸気の量をとっていて、飽和水蒸気量は空気の温度が高いほど多いことがわかります。温度が高い空気中ほどより多くの水蒸気が含まれうるということです。中学校の理科の授業でも見覚えがあるかもしれません。あなたが今いる部屋の水蒸気は何リットルの水に相当しますか？さて、温度が下がる場合、空気中にいられる水蒸気の最大量は減ってしまうので、もともとあった水蒸気の量がそれより多いと、水蒸気でいられなくなった分が水や氷となり、雲の粒ができることになります。では空気の温度はなぜ下がるのでしょうか。空気の温度が下がる状況は大きく2通りに分けられます。一つ目は周囲に熱が逃げる場合で、冷気が入ってくるなどがこれにあたります。二つ目は熱が逃げたりせずに冷える場合で、大気中を上昇して膨張すると空気の温度が下がります。実は多くの雲はこの上昇気流によってできます。大気中は水中と同様に上ほど圧力が低く、周りから押される力が弱くなるので、下から上がってきた空気は自力で膨張します。空気の熱伝導率は低く、周囲から冷やされるには時間が必要ですが、上昇気流で膨張すると熱を奪われないまま自力で膨張するため、その分のエネルギーが減って温度が下がるのです。空気というのはゆっくりでなければ膨張によって温度が下がるのです。原因は何であれ、とにかく空気が上昇している場所ではその空気の温度は下がり、雲ができやすいと言えます。では実際に空気を膨張させて温度を下げて雲を作ってみましょう。ちなみに空気中の水蒸気が突然水滴になるには水滴の種が必要で、これを凝結核と言います。目に見えない塵などのエアロゾルが多いほど雲の形成は盛んになるのです。空気は膨張すると温度が下がり、圧縮すると温度が上がるのですが、まず圧縮すると温度が上がることを実験で確かめてみましょう。今この試験管をこちらのピストンで圧縮してみます。この時に圧縮の速さが速いと空気の温度が上がります。ただ温度が上がったかどうかを確かめる方法がないので、ここでは試験管の中に綿を入れて、綿が燃える温度まで達するかどうかを確かめてみましょう。このように、綿が、発火するほどの温度まで、だいたい数百度くらいまで空気の温度が上がったことがわかります。では今度は空気を膨張させて温度が下がるので、それを利用して実際に雲を作ってみましょう。膨張するときも先ほどのピストンを使ってもいいのですが、ここではもう少し簡単な膨張の方法を用います。これは炭酸飲料の圧力を保持するための部品ですが、これでまずペットボトルの中の圧力を上げておきます。空気を入れておきます。これは準備段階ですが、こうして圧力を上げた状態からこのキャップを外すと、中にたくさん入っていた空気が外側まで吹き出す、つまり体積が増えて膨張するという状況を再現できます。こうやって膨張することができます。で、今膨張させて温度は下がっているのですが、空気中の水蒸気が少なかったので雲になるほどの水蒸気はありませんでした。そこで次にペットボトルの中に水を入れて、ペットボトルの空気中の水蒸気を増やした上で同じ実験をします。では水を入れたので、
少し空気中に馴染ませるためにペットボトルを振ります。これでペットボトルの中の空気の水蒸気量が、十分多くなったので、ここからまず準備として、膨張の前準備として圧力を上げておきます。ではペットボトルの中の圧力が高くなったので、キャップを開けて、中の空気を膨張させて温度を下げることでペットボトルの空気中の水蒸気を水に変えます。そうすることで雲ができます。このようにしてペットボトルの中の水蒸気が水滴、小さな水滴となって雲が形成されます。では今度は水に変えてエタノールで同じ実験をしてみましょう。このように先ほどよりより分かりやすい雲のようなものが形成されました。水とエタノールの違いは何なのでしょうか。ぜひ考えてみてください。